皆さんどうもこんにちは。白熱フットボールタクティックスチャンネルへようこそ。本日は第84回目の放送でございます。ナビゲーターはタカがお届けをしていきます。どうぞよろしくお願いします。そしてお久しぶりでございます。J リーグも1ヶ月弱のですね、代表ウィークがあって中断もあったので、なかなかこう私が出番がなく、中さんが何度かやったことも踏まえて結構お久しぶりな感覚でございます。でね、結構私が収録をする日って負けることが多いんですよね。はい。なので今日もちょっとヒヤヒヤしてたんですけど、いやー勝ちましたね。ね、もう劇的な勝利は嬉しいですよ。もう自分でゴールが入った瞬間大騒ぎしましたもんね。はい。ということで、今日のヒーローは皆さんもご存知の通り、柏レイソルのナンバーナイン、武藤勇樹ですね。男と書いて武藤勇樹と読むというような表題つけさせていただきましたけど、もう本当に広辞苑に登録したいぐらい、そんなね、レイソルへの熱き思いとか、彼のこのストライカーとしての精神とか、そんなものを感じるゴールだったかなと思ってます。はい。皆さんゴールシーンのハイライト見ました？武藤シュート打つときキーパーとゴール見てないですからね。感覚で打ってますから。あれ多分ね、サッカーやってる方は分かると思うんですけど、あの角度のシュートって結構右足の選手って、右利きの選手って引っ掛けること多いんですよね。逆にこうキーパー見たりゴール見たりすると力が入ってこう引っ掛けちゃうってことが多いんですけど、多分それもあって武藤はこうあえてゴール見ずにこうしっかりインパクトするってことだけ考えて打ってるっていう、その辺も含めて本当に素晴らしいストライカーだなと思って見ておりました。というところで、男武藤勇樹、今日のヒーローでございました。では早速試合の中身に入っていきましょう。はい。ということで、8月の6日アウェーサンガスタジアムでの一戦でございます。結果は2対1での逆転勝利でございます。最後は劇的98分ですかね、ロスタイムが5分という表示があった中で、レイソルの選手交代とか、シーハシが傷んだというシーンもあったので、若干5分より長くなったところはあり、最後の最後のワンシーン、ラストプレーですかね、で武藤が決めたという、そんな劇的な試合でした。シュート数支配率は一旦スルーさせていただきます。試合のポイント4つだけお話をさせてください。まず1個目、4連勝ですね。直近の3試合、京都戦の前の3試合は宇野ゼロでの勝利、守備陣が頑張った、そんなゲームだったと思いますが、今日は攻撃陣がよく奮起をしてくれて逆転勝利、暫定2位浮上ということで、川崎が数試合少ないから、今2位にいますけど、川崎がこう全勝しても、3位にはいられるというところで、 ACL 圏内はこう見据えられてるんじゃないかなとは思ってますので、非常にいいポジショニングかなとは思っています。そして2個目です。2個目は、このレイソルのサッカー、そしてサンガのサッカーも含めて、かなりお互いにハイプレッシャーを仕掛けていって、真夏の大プレス大会だったかなという印象です。レスタイム、レススペースって書きましたけど、最近のサッカーのトレンドっていうのは、欧州のサッカー見ていてもかなりこうバックラインを高くしてスペースをこう圧縮していって、相手のボールになった瞬間にこう前線からどんどんプレスかけていくっていうサッカーが結構主流になってきています。なのでこうかなりピッチの狭いところで人がこう入り組み合っていて、そこにこうボールが入った瞬間にプレッシャーがガンガン来るっていう、そんなサッカーがトレンディーな感じなんですよ。その中で戸田さんがレスタイム、レススペースっていう表現をしていて、素晴らしいなと思ったんですけど、まさにそんな感じでした。今日はレイソルもかなりバックライン高くしていたし、京都もつなぐサッカーをするってところもあり、結構こうプレッシングをガンガンかけていくようなところがハマりやすいサッカーでしたし、一方で京都の方もレイソルがボールを取った瞬間にこう前線がガッと前からはめてくるってサッカーをするので、結構こう全体が もちろん味方も相手も含めて全体がこう有機的につながっていて、そこがこうピッチのあちこちでそのバトルが起きるって、そんなサッカーだったかなっていうような印象です。なので見てる方としては本当に楽しかったですね。ボールの球際でのバトルとか、何しろこのサッカーの方の動きも含めて非常に面白かったかなとは思います。今日は京都も含めてファイトした選手たちに拍手をしたいなとは思います。はい。でね、唯一京都がね、やっぱりこうかなり
走っていたので、やっぱり後半息切れしましたよね。前線のこの3枚とバックラインっていうところで間延びしてしまったのは、まあ、京都のやっぱりこの真夏のサッカーの中で体力を消耗したっていうのは多分にあるかなとは思います。はい。そして3つ目、これちょっと次のボードでお話をします。あの前半の前半かなりあのバックラインがちぐはぐになっていたシーンがありました。あのもちろんこの1失点目のこのゴールっていうのもあの切り替えの瞬間が遅かったっていうのはあるんですが、バックラインがこうちぐはぐになっていた結果裏を取られたっていうのが多かったので、そこは結構修正のポイントがあるかなとは思っておりました。という中でうまくこのインスイタイム明けから安定したと思います。そこはどういうポイントだったのかっていうのをお話をしていきたいと思います。その一つのキーワードがアンカーの椎橋です。ちょっと次でお話をします。そして4つ目です。今日の試合、田中隼人、そして土屋拓海が、まあ、デビューしました。デビューというか、まあ、試合出てましたけど、土屋選手は今日 J1 デビューですよね。リーグ戦デビューか、ですよね。非常にいいパフォーマンスだったかなと思いました。前半の前半のアンカーの時は、ちょっと怪しさはあったんですけど、インサイドハーフに行ってから、結構こうプレッシャーに対しての、まあ、その我慢強さとか、まあ、プレス体制というのもある選手だったので、結構こうボールを安定させることはできてたかなという印象です。なので非常にいいパフォーマンスをしたかなとは思っていますと。ただ唯一言うとすると、やっぱインサイドハーフなのでこうボールをこう持ち上がるとかカウンターでこう運ぶっていうシーンが結構あるんですけど、そこはやっぱスピードがないなっていう印象は持ちましたので、ここはまあこれから改善の余地があるかなとは思っています。そして田中選手は今日は2試合連続ですかね、見事でしたね。今日は安定しました。本当に落ち着いてプレーしてたなっていう印象ですし、この京都の猛烈プレスに対しても怖がらずにボールをつなげたので非常に良かったなっていうふうに思ってます。そして何よりも今日一つコメントしたかったのが、インサイドハーフに入ったアンジェロッティですね。後半の途中から入りましたけど、結構ありかなと思いました。アンジェロッティはもともとねフィジカル強い選手ですし、足元ある選手なので、中盤のこのポジションに入っても決してこうプレッシャーに怖がることなくボールを持てるっていうところとか、結構こうロングボールとかも競れるので意外とありだなっていうふうに思いました。まあ、守備のタスクっていうところは結構複雑なのでそこはちょっと心配なんですけど、今日見た限りではかなりうまく起点作ってましたし、面白いなっていうふうに思いましたので、これからこのアンジェロティの使い方っていうのはトップだけじゃなくてここに使うっていうのも一つありかなとは思いましたというところでございます。はい、では早速中身に入っていきましょう。はい、ということで、今日はこの中で、バックラインのちぐはぐさっていうお話をしたいと思います。特に前半のインスリータイムまでは結構このバックラインがデコボコしてたなっていう印象があって、京都の選手たちにうまく裏を抜かれるっていうシーンが何個かあったのは、こんなポイントがありましたっていう部分を解説していきます。でいつも通りアウェイなので今日は右側にレイソルがおりまして、レイソルがこういう風に攻めていくっていうそんな構図です。で全体をちょっとプレッシングの局面にしたいので、京都の選手にボールを渡して若干前線に行かせます。こんな感じですかね。はい。でレイソルの選手たちをプレッシングさせるので、グググッと上げていくしましょうか。こんな感じですかね。で、まあ、京都の選手はこの3バックが開いて幅を取って、でこのウイングバックが高い位置取って、レイソルはまあ5枚がバックラインになってこんな感じになるというような格好です。で、この時にレイソルのプレッシングをする時っていうのは基本的には前半っていうのはこの2トップとこのインサイドハーフが出てくって結構あったんですよ。なので例えばこの本田選手にボールがある時っていうのはここについては細谷が出ていって、でここからこっちに出れば小山津が出ていって、でこっから右に行った時はこのインサイドハーフの選手がここ出てくるんですよね。これ前半の前半特に椎橋がまだここにいた時っていうのはここが出ていくっていう構図をしてました。なのでそれに応じて土屋が前にズズッと上がっていって、どっちもずれていくってそんな格好をしなきゃいけないんですけど、そうすると分かる通りかなりこの中盤のラインとバックラインにスペースができるわけですよね。そうすると特に前半の前半ってこの
豊川がずずずっと降りてきてこの辺で起点を作るって結構ありましたよね。これができるのって要はこの中盤のところとバックラインのスペースが広いからこそここに降りてこれるんですよ。で、まあ、レイソル結構人に強くいく守備をするので上島これついてきます。そうすると分かる通りこの中盤のここに出てったんだ、上島が。ここのスペースが空くわけですよ。でここに対して竹富とか松田っていうのが抜けてくる、こんな格好が非常に多かったんですよ。これ豊川じゃないパターンもありました。これ逆にあの松田天馬とかがここに降りてくるとこれレースの田中とかついてくるので、そうするとここが空くわけですよ。でこの結果豊川がここに走ってくるとかでズドンってくるとか、こういうのが結構散見されました。これはひとえにこのインサイドハーフの選手がこの中盤のラインから飛び出してここにプレッシングに行くので中盤のこのラインがスカスカになってしまうというのが引き起こした現象です。でそれを多分嫌がったんでしょうね。後半前半のインスタ負けから C 橋がこっちに変わって土屋がこっちになったんですよ。でこっからかなりこの C 橋がここに鎮座をして、かつこのどっちと土屋をコントロールして行く時と行かない時っていうのをここで指示出してたっていうのが結構多くありました。でここに C 橋がいれば豊川も折れるスペースがない、松田も受けてもすぐに囲まれるっつって、そんなのも含めて結構こう中盤のここのスペースが埋まってしまって、このラインのこのね柏のラインをこう下げさせたりこのずれさせるっていうのが京都の人はできなくなったって、そんな感じです。なのでかなりこの前半の途中から C 橋がここに入ったことによって結構安定しました。でもう一つここで良かったのが、まあ、土屋だった時って結構ね彼ねあのボール受ける時、例えばレイソルが攻撃の時にビルドアップフェーズって、まあ、亀島がボール持ってる時って京都は前から来るんでこの3枚がここにがっつりつくわけですよ。でウイングバックにはウイングバックで、このどっちと C 橋 の, このインサイドハーフには2ボランチがつくんですよ。で2トップにはこの3バックが守る、こんな格好なんですけど、この時にもうちょいスペース前かな、こんな感じかな、もっと前ですね、もっと前ですね、多分こんな感じですね、多分こうなるんですよ。京都の守備って結構こうスペースこう埋めるためにバックラインも上がってこいつらが前線からガンガン来るって、そんな形になるんですけど、その時これシステムの都合上分かる通りここ土屋って浮くんですよ。本来であればここってうまくボールもらえるんですよ。ただ結構この京都のプレスのこの通したいこの裏にいてしまったりとかっていうのが多くて、うまくこのアンカーにボールが入らないっていうのが結構多かったんですよね。ただそこが C 橋になると、 C 橋って結構その辺うまいんですよね。この辺からひょっこり顔出してこの辺でもらうとか、ちょっとずれてこの辺から隙間でもらってあげるとか、なんなら降りてきて助けてあげるとか、こういう気の利き方が非常にうまいんですよね。特にこれ今シーズンから結構感じます。なのでここでアンカーにボールが入り始めてから徐々にこうウイングバックも高い位置取れるとかインサイドハーフも高い位置取れるってところで少しずつレースの時間も増えていったという感じです。はい、ということで今シーズンのレースのこの躍進を支えているのってこのボランチのアンカーの C 橋ってめちゃくちゃ効いてますよ。はい、さっきの1個ちょっと前にお話をしたプレッシングのかけ方っていうところ、要はインサイドハーフがいつ出てくるのかっていう指示出しとかも彼がやっぱ仕切ってますし、でこのビルドアップの時の助けるって局面についても彼が結構上手に振る舞ってるなっていうところはあるので、この C 橋はやっぱ大事な存在ですよね。はい、非常に今シーズンいいですね、そんな印象を持ってます。はい、さて次はですね8月の14日1週間後ですかね、日曜日ですかね、ホームでの広島戦でございます。ポイントを4つだけポポポッと書かせていただきました。1つ目です。これはあくまで私の印象というか感想なんですけど、紫色のチームと連続で試合というところで、これは別にだからどうって話ではないですが、なんかそんな感じですよねっていうところでお伝えさせていただきました。はい、意味わかんないですね。はい、京都紫ですし広島紫ですし、
諸崎2試合じゃんと思ってパパッと書いちゃいました。はい、すみません。で、2つ目です。ここがお伝えしたいポイントですね。上位戦線残るための重要なゲームだと思ってます。広島も今何位、5位、4位とかですよね。結構今シーズン好調で、今日も確か鹿島かなんかに勝ってますよね。はい、なので油断できないですし、広島を叩けばよりこう上に残るためにいい加速ができるかなとは思ってるので、ここは勝ちたいところでございます。そして一方で広島はですね、この週の中日にルヴァンカップ天皇杯かなんかがあるんですよね。どこだっけな、マリノスかなんかと試合するんですよ。なので結構この真夏の大連戦でチームも結構疲れてるはずなので、なんとかここ叩きたいところです。はい、まあ、広島はまあね、選手層も厚いのでうまくこうローテーションしてると思うんですけど、まあ、とはいえね疲れてると思うので、そこをうまくこうね叩きたいですね。そんな感じです。そして4つ目、現在2位というところでかなりですね、現実的に ACL 圏内っていうのが見えてきたかなっていうふうに思ってます。これからきちんと勝っていければ本当現実的に3位とか、まあ、2位ですか、今シーズンは1位2位だけ ACL って分かんないですけども、いずれにせよ ACL 圏内っていう狙えるポジションにいるので、目指せ ACL っていうところはね言っていきたいなと思ってます。優勝はちょっとマリノスとの差がちょっと遠いなっていうのはあるので、まあ、現実的にどうなのかなっていう部分はあるんですけど、まあ、ACL は行きたいですよね。来年行けたら私ちょっと遠征します。はい、遠征します、海外行きますので、はい、ぜひぜひ行ってほしいなと思ってます。はい、ということで今日は非常に嬉しい試合結果とともに劇的なゴールで気持ちよくさせてもらいました。本当にありがとうございました。ということで、また来週も熱い戦いを期待して、次回は中さんがお届けをしますので、ぜひ皆さんまたご視聴のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。